演武開演。どうも、本日はこちら伊藤園の新緑という緑茶を飲みたいと思います。新しい緑ってことは茶を一新したということなのでしょうか。ちょっと独特な形ですね、ペットボトルも。どんなお味なんだろう。では飲んでみます。茶葉は風は受ける方では、でも本当に吹き込めそうです。全体的に苦味は控えめで、旨味が広がっていく感じですね。さっぱりとしていて非常に飲みやすかったです。緑茶はちょっと苦手という方もこれなら飲めるかもしれませんね。そういう意味でも新しくなったのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。